どうもこんにちはキングヒですえっと今回はですねまあのリンキンパークの音楽性とおすすめ曲っていうテーマでですね話をしていきたいと思います。まあ、のリンキンパークですねまあ、めちゃくちゃ有名だしあとですねそのまあ日本人でもですね洋楽を 好きとかですね、あと邦楽しか聴かない人とかでも結構、リンキンパークはそのメロディーがですね、日本人好みというかですね、すごいメロディアスであと歌,が歌の歌唱力が高い人が歌っているので結構あのまあ人気の、日本でもすごい人気のあるバンドですね。 であのまあ、2000年にメジャーデビューをしてですね、まあ、いきなり出したファーストアルバムのハイブリッドセオリーがです、ねまあ、2000万枚近く売れてですね、まあ、一気にまあバンド名がですね、まあ、世界中に知れ渡った6人編成のリッキーパークです、ねまあ、あの最初デビューした当初から結構衝撃的な音楽性でして、まあ、打ち込みとかですねあとサンプラーとか DJ のサンプラーなどを多用してですね ヘビーなギターサンドとかギターリフの上にすごいメロディアスな歌メロとですね、あとラップが入り混じってですね、本当新たなですね、風を巻き起こしたという感じですね。来日ツアーもよくしていますしあとサマーソニックとかのですね、大きなイベントでもですね、出演していましたので本当日本人にもですね、カラオケでもですね、結構好きで。 あの歌う方も多いです、まあ、そういうかっこいい僕もカラオケで生きるとですねリンキンパークで結構歌うんですけども、まあ、そうってですね、まあ、キャッチーな歌めのがすごい特徴的ですね今回は、まあ、リンキンパークの音楽セットですねあとはまあ個人的にかっこいいと思うおすすめ曲をざっくりと紹介していきますまず音楽性ですね やっっぱり何と言ってもリンキンパークの一番の魅力っていうのはあの、まあ、ダブルボーカルでの,です、ねあのまあ、歌詞の表現とあと声質の異なった2人のです、ねまあ、感情表現がです、ね、めちゃくちゃ巧みであってです、ね、かつその音楽センスもめちゃくちゃいいんですよね。やっぱりそのま,んま1つはです、ねまあ、メロディーパートを担当している、まあ、まあ残念ながらです、ね、約2年,2年半ちょっと前に亡くなってしまったチェスター・ベニントンと。ですね この彼と,あとラップパートとかコーラスを担当している、まあ、ほとんどの曲を作曲していると言われているマイク・シノダーですね。 まあこの2人のダブルボーカルっていうのがめちゃくちゃその特徴的ですね、まあ、特に今は亡くなってしまったまあチェスターのですねまあメロディアスなですねまあ本当美声とですねあと、本当鬼の形鬼相で,ですねまあシャウト系とかも歌,い分け歌声をですね見事に使い分けるですね技術っていうのは本当世界的にも群を抜いていましてでやっぱりもう個人的にはその2000年以降にデビューしてきたですねあのまあバンドのですねボーカリストの中では 本当世界のトップ3の入るぐらいかなというふうに、まあ、個人的にはすごい思っていますね。で、まあ、このですねダブルボーカルを支えるですね、まあ、バックのま音楽のサウンドはですね、まあ、サンプラーとか DJ を使ってですね、まあ、かなりですねそのリズム的にはですねかっちりしてるんですよねこの縦の線がもうバチ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 って揃っている感じなんですよねで、まあ、ギターリフトもかっこいいですしで、まあ、攻撃性を出したりですねあとキーボードもですねこのマイクシノダは あのラップをまあもちろん歌ったりもするんですけども、ギター時折ギターを弾いたり、あとキーボードとかピアノも弾いたりするので、まあ、かなりまあリンキンパークのキーパーソンですね。で、まあ、本当ですね、本当緻密に構成されたですね、まあ、近代的なですね、まあ、エレクトロサウンドと かけるダブルボーカルを軸にです、ね、2000年代を代表するです、ね、本当ロックバンドの一つでありまして本当彼らがデビューしてから彼らの音楽性とかをです、ねあのまあ、参考にしたりです、ね、パクったりする、まあ、多くのフ,ラオフォロワーが生み出たバンドという感じですね。 以前に2分で分かるラウドロック特集ということでリンキンパークを YouTube で紹介していましたのでこちらの記事も YouTube も念のため貼っておきます次にリンキンパークのおすすめの曲トップ3ですね最後にリンキンパークのおすすめ曲を厳選して個人的な趣向も入っていますが紹介していきたいと思いますまずはフェイントですね多分多くの人も好きだと思うんだと思いるフェイントですね 本当その、まあ、疾走感のあるですね、まあ、ギターリフト、あとラップパートとですねあとキャッチーな、まあ、のサビの歌メロがですね入っている本当めちゃくちゃかっこいい曲ですしライブでも盛り上がる曲ですね。で特にですねその2番のサビが終わった後の、まあのチェスターのですね鬼のようなシャウトボイスがめちゃくちゃかっこいいですし本当なんであんなシャウトがですねそので歌った後に綺麗にその後に。 あのクリーントーンでもうクリあの使い分けられるのかっていうのはすごいですよね彼の歌唱力っていうのは。で次に紹介するのはですね「Shadow of the Day」っていう曲ですね。まあ、これあの、まあ、リンキンパーク好きには意外と思われるかもしれない曲なんですけども、まあ、個人的にはこういったです、ねまあ、静かなあの、まあ、曲調っていうのは結構好きでしてで確かこれ3枚目のアルバムだったと思うんですけども。 あの自らの新境地を切り開いた曲だと個人的には思ってるんですね。で、まあ、僕、リンキンパークはです、ね、日本でも見たことありますしで、僕、カナダに留学していた時にもです、ね、カナダでも、まあ、彼らのライブ見に行ったことがあるんですね、フェスティ,フェスティバルで。で、その時にもです、ね、実際にライブ見た時にもです、ね、やっぱこの曲とかはです,、ね、すごい感動したんですよね。そのまあ、ギター後半のです、ね、ギターのアルペジオが入ってからの盛り上げ方とかっていうのはです、ね、すごい最高に感動しましたね、この曲は。 で最後に紹介する曲は「ですね、fromtheinside」<music> From the Inside ですね、まあ、これも多分その多くの人が好きな曲だと思いますね。あのまあ、個人的には一番大好きな曲ですし、でも本当にリンキンパークらしい、ですね、ザ、まあ・リンキンパークという感じのですね、バランスが取れている楽曲だと思いますね。 まあ、ある意味、この、まあ、リンキンパークですね、まあ、ファーストアルバムと、ね、ハイブリッドセオリーとあと2枚目のメテオラでですね、かなり作、あのーまあ、完成されてしまった感がありますので、やっぱりその初期のですね、作品がですね、どうしてもかっこいいなと思ってしまいますね。で今はですね、ちょっと残念ながらその、まあ、ボーカル、メインボーカルのチェスターがなくなってしまってから、まあ、約もう、 新たなボーカルのメンバーも入れずに、ですねずっとちょっとチューブラリンな感じで、まあ、活動はですねちょっと停止してるんですけども、ちょっと解散するのか、ちょっと今後の活動はちょっと分からないですけども、まあ、簡単にですね、リンキンパークの音楽生とおすすめ曲をですねざっくりと紹介してみました。今回の記事が、まあ、YouTube がです、チャンネルが面白いと思っていただけましたら、できればですね高評価のグッドボタンと、ですねあとチャンネル登録をどうかお願いいたします。最後まで聴いていただきありがとうございました。